こんにちは。先月から始まった、まあ、新企画というか月刊鉄道ニュースをね今月もやりたいと思います。今回は12月に発表があったもの、3つ持ってきましたのでそちら見ていきたいと思います。まずはじゃあ1つ目、湘南新宿ライン20周年ということでね、おめでとうございました。あの12月の1日でしたかね、あの20周年を迎えたということで、2001年の12月から運転を始めた湘南新宿ラインでございますけれども、2021年12月で20周年となりました。特に東海道、高崎、東北線の沿線の方はね、これができて、まあ山手線の西側、渋谷、新宿、池袋に行きやすくなったということでね、首都圏の鉄のネットワークを大きく変えた存在だったと思うんですけれども、2015年にはね上野東京ラインもできて、新宿経由と東京経由でこの南北をつなぐルートがね2大ルートができて、湘南新宿ラインも、まあ、当時から多分本数もね増えたでしょうし、今日も元気に15両でたくさん走っておりますけれども、僕湘南新宿ライン結構好きなのでね、これからもたくさんお世話になりたいですし、これからも安全に走り続けてほしいなと願っております。20周年おめでとうございます。そうなんですよ、スタンプラリーがね20周年記念でやってたんですけど、まあ、何が大変ってあれだって小田原、前橋、宇都宮、ちょっとねあの範囲が広すぎるんですよ。ちょっとね行きたかったですけど行かなかったんですよね。ちょっとさすがに遠いなと思って、まあやっぱこういう記念の時にはねあのスタンプラリーとかもねやったりするんですけど、湘南新宿ぐらいね範囲が広すぎるのでね、これだって上野東京ラインになったらどうすんのって、まただって熱海とかさ JR 東海も巻き込んで沼津とかまで行きだしたらちょっとどうすんのって感じですけど、まあそんな感じで広い範囲でこれからも頑張ってほしいなと思います。さあ、2つ目でございます。2つ目はこちら、EF510 型の300万台公開されました。おめでとうでもないですけど、新型ですね、 JR 貨物の新しい電気機関車 EF510 の300万台、301号機ですか、量産先行車公開されまして、あれめちゃくちゃかっこよくないですか。もう僕あーこれかっこいいな、これ見たいなと思ったんですけれども、九州で活躍していて国鉄時代から使ってた機関車も古いですから、それを置き換えようということで、あの銀色のボディでデビューした EF510 の301号機、公開が12月にされました。あの記事がね出てきて、あーこれかっこいいな、見てみたいなと思ったんですけど、多分あれねあの首都圏の方に来ないのでね、見に行くんだったらあの九州まで行かないといけないので、次仕事で九州行くときかプライベートで九州電車乗りに行くときかにちょっとまあ見なきゃいけないなと思ってるんですけれども、かっこいいので、あの九州の方なんかあのツイッターとかに上げてください。あのそしたら僕見ますんで、あの見たいです早く。お願いします。この機関車ですね、まあ、貨物、JR 貨物の機関車ですので、主に貨物列車を牽引する役割をこれから担っていくと。旅客列車とは関わりがない列車なので、まあ、普通に乗ってる分には馴染みがない機関車といえばまあそうなんですけれども、もともとその国鉄から使ってた EF81 の例えば303号機とかが銀色でしたよね。全部銀の、 あの結構かっこいい車両だったんですけれども、その伝統を受け継いで今回も銀色でデビューをしたということです。見に行きたいなと思っておりますので、よろしくお願いします。さあ、最後3つ目でございます。こちらも今回九州から熱い話題が出てまいりました。こちら長崎の九州新幹線の N700S が公開されました。2022年の秋ですか、長崎の方で新幹線が開業します。その新型車両 N700S 公開されました。あの僕東海道新幹線の N700S、J 編成ですか、あれは乗ったんですよ。 JR 東海や JR 西日本の N700S と、まあ、形は一緒なんですけれども、色だったり内装だったりはもう完全にやはりね、さすが JR 九州だなという感じなんですけれども、長崎のオリジナルの N700S がデビューいたしました。下のところが赤かったり、車体の側面にはカモメって文字がね、あのひらがなで書いてあったり、内装もね800系に近いような内装だったかと思います。あの非常に、いやこれ乗ってみたいなと思うんですけれども、僕はねまだね800系さえも乗ったことがないので、あの乗らなきゃいけないなと思ってるんですけれども、九州新幹線新しいルート開業いたしますので、その新型車両が公開ということです。佐賀県内はまだ開業いたしませんので、今回はですので、まあリレー方式ということですけれども、2004年にあの九州新幹線の鹿児島中央と新八代の間で開業した時に、あのリレーツバメでやってましたよね。博多から新八代まで在来線特急の 7%7 の、リレーツバメで行って、で新八代から新幹線に乗り換えてツバメで鹿児島中央っていう流れだったと思うんですけれども、あのリレー体験したことないので、全線開業する前にリレー体験したいなと思っておりますから、この N700S 乗りに行きたいなと思っております。ということで、以上12月に発表された3つのニュースご紹介いたしました。他にねダイヤ改正のリリースはもちろん12月大量にありましたけれども、そちらは別の動画でのダイヤ改正紹介しますので、ご覧いただけたらなと思います。以上です、ありがとうございました。